1番、2番、3番、5番、6番、4番です。スタートしました。ダッシュ勢がいいスタートになりました。それでも1、2コース内より2人が伸び返す。2コースから2番の上野がまくりに行く。まくって2番の上野残せませんでした。1番松本、ここに刺してきたのは5番の渡辺。スタートは前提正常でした。なお1周の1幕4番のもみ山転覆失格です。1周1幕4番もみ山転覆失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース1号艇、藪内がトップタイミング。2コース2号艇、岸、内側からいいスタートの順。1周1マークインから先手1号艇、藪内、握っていった2号艇、岸は膨らんで、V リア切り込んでいく3号艇、藤本、これに続くのが4号艇、深川、6号艇、吉田。陰線を仕切ったか、1号艇、藪内、リードは一定心、内から3号艇、藤本が迫ってきますが、先はかかりません。3番手争い、4号艇、深川、2号艇、岸が並走、スタート正常。1周の2マーク、1号艇、藪内、水木がトップターン、V リアを運んでいく3号艇、藤本、その後ろから4号艇深川、2号艇岸恵子が迫ってくるか。しかしながら2番手は3号艇藤本が前、上位1番、3番、3番手争い2号艇岸がアウトコースから覗いていくか。内側4号艇深川、レースはこれから2周目。2周の1マーク、まず2番手ターンは3号艇の藤本、3番手をつけてくる5号艇池田を、4号艇深川、2号艇岸が握ってかわしていきます。3番手ですが外の2号艇岸が一定心リード、上位1番、3番、2番で各艇がスリッタラを通過してこれから2周の2マークです。2周2マーク先頭で1号艇藪内瑞希から待っていきます。2番手このレース少々人気薄、3号艇藤本、3番手4号艇深川から行く、差しに回っていく2号艇岸恵子はどうか。3番手争い外4号艇深川が再び2号艇岸と並走状況、各艇が時計前を通過してこれから最終周回の1マークに向かっていきます。3周1マーク3番手争い、内側から2号艇岸突っ張っていきますが外に握っていく4号艇深川、振り込んでアクシデント転覆か。上位体勢固まった1番、3番、2番、後方5号艇6号艇の順、3連単1、3、2は 74.7 倍となっています。なお4号艇深川真奈美は失格、4番は失格です。1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番、スタートしました。インコースからトップスタート1号艇中西博文、3コースからは3号艇後藤美久です。先に回っていく1号艇中西に2号艇がここはブロックするようにまくっていく体勢、内をつく3号艇5号艇4号艇ですが押し切って1号艇中西博文先頭、2番手2号艇伊藤翔太に内から5号艇野村康友へ先をかけて追いついてくる、後方3号艇4号艇6号艇、第2レーススタート正常です。1周2マークは1号艇中西博文トップでクリア、2番手内側潜り込んでくる4号艇寺島を大きく回ってカーソーと5号艇2号艇ですが両者が膨らみまして内側ついた3号艇後藤美久と、そして外側から4号艇寺島優、3号艇4号艇の2番手争いとなった。後方流れた2号艇の伊藤はなんとか立て直してくるでしょうか。1番、3番、4番の体勢、2周1マークから向こう上面、2番手争いは3号艇後藤美久が先手を取るがさばいていく4号艇寺島優、向こう上面に入って4号艇3号艇並走状態、わずかに内側コース有利なのは4号艇寺島優か。1番、4番、3番の体勢となっています。後方は5号艇6号艇が続いて大きく置かれて2号艇伊藤翔太となっています。1番、4番、3番の体勢で2周2マークからホームスレッジに入ります。そして5号艇も加わってまいりまして、なおお知らせいたします。2号艇伊藤翔太は失格、2号艇伊藤翔太は失格となっています。水面上第2レース一般戦の開始です。なおファンの皆様に改めて欠場選手のお知らせです。第2レース2号艇で出場予定でした星英二選手は過日号のため欠場となっています。第2レース2号艇に関する投票権はレース終了後返還となりますので、投票権お捨てにならないよう大切にお持ちください。1番、2番、3番、ダッシュ、
4番5番です。スタートしました。4コース5コース4号艇真島、5号艇松岡コース、あと3コースから3号艇の杉山出るか、1周1マーク、杉山がまずはまくっていった、4号艇の真島がまくじ出し入っていった、バックステッチ入って、さあセンター勢の突破争いはまくじ出した4号艇真島仁志、3号艇杉山を捉えて判定心内から先行するか、3号艇杉山外から2番手、3番手は2号艇の浦田、後方は1番と5番です。1周2マークの攻防、スタートは正常でした。3号艇が切り込んでくるんですが、2号艇が若干壁、ホーム直線コースに帰って、さあトップ争い4号艇3号艇、3号艇杉山へ先はかかりません。4号艇の真島先頭をキープ、3号艇杉山2番手、3番手争い内から1号艇の神山上がってまいりました。レースは2周目1マーク、トップ争いは3号艇杉山切り込んでくるんですが、先頭は単独4号艇の真島仁志、3号艇杉山2番手、3番手争いは2号艇1号艇内を捉えて2号艇浦田、3番手をキープ、リードは判定心から一定心ぐらい、上位体系は4番3番2番か、先頭2番手真島杉山、まだ定冠は僅差、2周目2マーク、また杉山が切り込んでくるんですが、先頭はキープ、4号艇の真島、後方ではアクセントがありました。上位体系は4番3番2番で、レースは最終周回に入っていきます。最終周回のバックステッチ、先頭は4号艇、2番手は3号艇、3番手は2号艇、なお1号艇が失格、1号艇が転覆失格です。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースアウトを決めたらはインコース、1号艇の稲田ダッシュからは4号艇5号艇が迫ってくる。1番黒攻防です。先に回ろうと1号艇の稲田握る4号艇、間を狙うか5号艇、その後方から3号艇6号艇も続いていきますが、先頭はきっちり押し切った1号艇の稲田浩二です。2号艇の小月が2番手を追走、4号艇の和田が3番手、なおスタートは正常でした。2マーク先頭で回ります。1号艇の稲田浩二、2番手から続くのは2号艇の小吉、上位体系は1番2番となって、3番手争いは4号艇の内、5号艇6号艇迫っていこうとしますが、振り切ります4号艇の和田健介、上位体系は1242周目に入りました。1マークを目指していきまして、先頭は1号艇の稲田浩二です。そして2番手から続くのが2号艇の小月博士、3番手には4号艇が続いて和田健介、上位体系は1番2番4番の体系、4番手から6号艇の加藤で、5番手以降5号艇の小島、3号艇山本となっています。少々中へこみのスリットにはなりましたが、陰線きっちりと押し切ったのが1号艇の稲田浩二、2番手から続くのが2号艇の小月、3番手に4号艇和田、上位体系124、最終周回に入っていきます。これぞ地元 G1 覇者の底力です。陰線からここはしっかりと押し切っていきました。1号艇の稲田浩二がどうやら人気に応えそう、2コースからさばいた2号艇の小月が2番手を追走で、3番手に4号艇角から攻めていきました和田健介、上位体系は124、ラストマークの旋回からホームステッチへ戻ります。先頭は1号艇の稲田浩二、2番手から続くのが2号艇の小月、3番手に4号艇和田、上位3、おーっと後方アクシデントか、先頭1番の稲田五輪、2着2番小月五輪、3着4番和田五輪、5番の小島五輪、6番の加藤五輪、なお3号艇山本貴之は3周2マークにおきまして残念ながら失格ということになっています。以上尼崎第12レースでした。1番6番2番ダッシュ、3番4番5番です。スタートしました。5号艇の3番外からいいスタートを決めました。1周1マーク、5号艇の3番がまくりに行く、1号艇の貞松をまくって5号艇の3番まくり切っています。6コースからトップスタートまくり切った5号艇の3番、2番手1号艇の貞松、そして2号艇の鹿島、内から6号艇の西島に3号艇の藤原です。4号艇の市川、最高峰スタートは正常でした。1周2マークの旋回です。5号艇3番先頭でスタンバイ、5号艇3番が先頭抜け出しています。3号艇の藤原、そして6号艇の西島、2番手争い3号艇の藤原が内、外6号艇の西島です。さらには2号艇の梶山、2周1マーク、5号艇3番、そして2番手2号艇の梶山、1号艇の貞松、
角度をつけては3号艇の藤原、6号艇西島、1号艇の貞松、そして3号艇の藤原、2番手争い2点審査、2号艇の梶間、さらには内から6号艇の西島です。先頭抜け出してデビュー初勝利へ向かうのは5号艇の3番22番からスタンド前です。3号艇藤原、そして1号艇の貞松、2番手3号艇藤原に1点審判、2点審リードを作って時計前、1号艇貞松が3番手、4番手争い2号艇の梶間と6号艇西島です。最終周回一幕、5号艇3番、そして3号艇の藤原、1号艇貞松、最後のバックストレッチ、5号艇の3番デビュー初勝利見えてきました。最後のバックストレッチ、6点審7点審リード、3号艇の藤原が2番手、1号艇の貞松、3番手上位体制、5番3番1番の体制です。ラストターンマークの旋回です。5号艇の3番初出走から109戦目でデビュー初勝利となりそう。おっと、ラストターンマーク2点もずれました。2号艇の梶間、6号艇の西島、2番手3番手、先頭6番の3番デビュー初勝利おめでとう、ゴリ、2番の梶山、6番西島、ゴリ、4番市川、ゴリ、そしてラストターンマークで2艇アクシデント、1艇にアクシデント、1号艇の貞松、回り直して立て直して1番の貞松ゴライン通過。なお3号艇の藤原貴人沈没失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。それほど差のないスリットになっています。さあ人気1号艇出畑も先に回る体勢には持ち込む形、差し構えは2号艇井上、外行って3番、さらには5、4、6、2号艇井上は失速という形で2番手は3号艇の品川が上がって、3番手5号艇松山、1号艇出畑は逃げています。上位3艇は1、3、5、後続は2番、4番、追いかけて最後方6番、スタートは前艇正常でした。1号艇出畑がトップ、2番手3号艇の品川、3番手争いからは5号艇の松山が優勢で1、3、5、1番、3番、5番、金さんの4番手に2号艇井上、レースは2周目に入ります。上位3艇135、日英審査の4番手に2号艇井上、後方は4番6番、2周1マーク、1号艇デバータートップ、2番手3号艇品川、さあ3番手握って2号艇井上接近、5号艇の松山を捉えたかという3番手争いです。外から覗いていくのは2号艇井上、前を取って3番手逆転、132に変わっています。4番手交代、5号艇松山、レースは2周2マーク、3番手争い5号艇の松山内からやってきますが、2号艇の井上が外から抑えて一気に振り切ります。1321番3番2番132、レースは最終周回です。3番手今は2号艇井上が5艇身ほどリードを取って132最終1マークへ向かいます。1号艇出畑トップ、2番手3号艇品川、あっとちょっと3号艇品川がまさかのアクシデントで上位3艇125に変わっています。3号艇品川高速ストップの上空、上位3艇125に変わって後方4番6番です。3号艇品川はエンスト失格です。3号艇品川エンスト失格。1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。1号艇鈴木、スタートは判定中、スタートは判定中です。どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。1号艇鈴木勝弘フライング返還欠場です。1番に関する投票発売額と同額で返還となります。どうぞご注意ください。3番、4番、6番、5番の並びです。スタートしました。一般戦第1レース前提あまり差がないスタート、1周の1マーク、まずは1号艇浦部が逃げていく、3号艇の田中がまくって攻める、さすが2号艇板倉、続いて4号艇5号艇、なお1マークでは一定アクシデント発生となりました。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇浦部、追いかける2号艇4号艇3号艇です。なお1マークではアクシデント発生です。6号艇山田城転覆のため失格、6番が転覆のため失格となっています。